剣術とは、すなわち尊厳の形、意志の現れ。刀を持つ者の心は性質を保ち、その人たちは雷のように素早く、氷のように凛々しくある。極限に達した時、ただ一振りするだけで決着がつく。それが母の言葉でした。かねてより異教の剣術を学びたかったのです。よろしければお手合わせ願いませんか。皆様、神里流太刀術免許開伝、神里綾香参ります。よろしくお願いしますね。さすがは王女、相変わらずしなやかで華麗な動きだけど、力が入りすぎてる。これじゃ怪我をさせる可能性が。え、力ですか。まだ調整が必要なようですね。トーマ、旅人さんが来るまでもう少し練習に付き合ってください。ああ、王女。旅人さんはどのような剣術を使うのでしょう。楽しみです。